こんにちは。今回は1990年代から2000年代にかけて格闘技ブームを牽引した K-1 の栄光と崩壊について解説します。 K-1 は空手団体青道会館の館長だった石井和芳が1993年に創設した打撃系格闘技イベント、ヘビー級ファイターたちによる迫力満点のファイトをテレビと組んで派手に露出したことで爆発的なブームとなりました。ところが誕生から約20年後の2012年、当時の主催団体 FEG が倒産したことで日本国内では K-1 は終わったというイメージが定着してしまいます。実際には K-1 という名のイベントは現在も継続されていますが、創設者である石井とその息のかかったスタッフたちの手から離れたことで K-1 の第一期はこの時点で終焉を迎えたと言えるのではないでしょうか。今回はなぜ第一期 K-1 が崩壊したのかを検証していきます。終わりの始まり。2002年12月7日、青道会館館長で K-1 の創始者である石井和芳は東京ドームのリングにいました。この日 K-1 はワールドグランプリ2002決勝戦を開催。大会開始前、挨拶に立った石井は観客に向かってこうアピールしました。 K-1 もこの10年駆け足で走ってまいりました。そして今日このドームに74,500人、ドーム史上初めてのお客様です。ありがとうございます。空手の一指導者に過ぎなかった石井が1993年にスタートさせた K-1 が格闘技イベントとして東京ドーム史上最高の観客を集めるまでにのし上がったのです。主催者発表によるとこの日のイベント総売上額は約10億円超。 K-1 はもはや格闘技やプロレスの枠を超えた巨大コンテンツとなっていたのです。ところが挨拶の最後を石井はこう締めました。今まで10年ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。石井のこの言葉に含みがあったことに気づいた者は誰もいなかったことでしょう。実際大会はアーネスト・ホーストが史上最多となる4度目の優勝を果たし、盛況のうちに幕を閉じます。2003年も K-1 が格闘技界を引っ張っていくものと誰もが確信していました。そのわずか20日後12月27日、 K-1 を激震が襲います。石井が代表を務める株式会社 K-1 が法人税法違反の容疑で摘発されたのです。さらに2003年2月には脱税に絡む証拠隠滅教唆容疑で石井は逮捕されます。映画を極めた K-1 の終わりの始まりでした。石井体制の終焉。逮捕を受け石井は K-1 の全役職を辞任しますが、大幅なイメージダウンは免れず K-1 の存続危機までささやかれます。早急なイメージ回復を図るため K-1 はすぐさま新体制を発足。イベントプロデューサーに元格闘技雑誌編集者の谷川貞治を招聘し、競技統括プロデューサーには元 K-1 ファイターでレフェリーも務める角田信明を就任させたのです。格闘技経験のない谷川を石井の弟弟子である角田が支える構図でした。しかしこの抜擢が K-1 の行方を大きく左右することとなります。この時突然イベントプロデューサーに抜擢された谷川とはどんな人物なのでしょうか。1990年から1996年までベースボールマガジン社で格闘技通信の編集長を務めていた谷川。石井と谷川は青道会館館長と編集者という立場で知り合います。谷川は石井に対してマッチメイク上のアドバイスを与えるだけでなく、格闘技通信紙面で当時プラチナと言われた K-1 の入場券の販売を実現させるなど、石井から深い信頼を得ていました。
ベースボールマガジン社大社後はフジテレビの格闘技情報番組スペシャルリングサイドに格闘技評論家として準レギュラー出演するとともに、1999年からはフジサンケイグループ傘下の出版社不走社が出版する格闘技専門誌スペシャルリングサイドデラックスの編集長を務め、フジテレビとの関係も深めていました。プロデューサーに就いた谷川は、脱税の摘発を受け、K-1 の興行を打てなくなった K-1 に代わる主催団体として、2003年9月にファイティングエンターテインメントグループ、通称 FEG というイベント会社を設立。一方の角田は、たびたびのミスレフェリングが話題に上がります。さらには並行していた俳優タレント業の兼ね合いもあって、 K-1 内での存在感は希薄になっていました。こうして事実上谷川が石井の後を継ぐ体制が出来上がったのです。ところが2003年から K-1 グランプリの東京ドームの集客数が徐々に減少、2006年には5万4800人にまで落ち込むと、2007年は東京ドーム開催を断念せざるを得なくなり、キャパ3分の1の日本武道館に会場を移すことになるのです。石井体制から変わった途端、なぜこんなにも K-1 は客離れを起こしてしまったのでしょうか。モンスター路線。プロデューサーに就任した谷川は、マッチメイクよりも先にテレビ局との関係性を深めることを優先させました。 K-1 は当初フジテレビでのみ放送されていましたが、1997年からは日本人ファイターの育成を目的とした K-1 ジャパンが日本テレビで、2002年からは軽量級の K-1 ワールドマックスが TBS で放送されていました。谷川はこの3つのテレビ局のプロデューサーの好みに応じてそれぞれの住み分けを進めます。例えば K-1 の立ち上げから携わっていたフジテレビの清原邦夫プロデューサーはアスリート重視なので王道の K-1 グランプリを推す。一方日本テレビの高橋俊之プロデューサーは行列のできる法律相談所をヒットさせ、24時間テレビでもマラソンに萩本欽一を引っ張り出したバラエティ畑で壺が広いのでユニークなカードを提供する。そして筋肉番付やサスケなどのスポーツバラエティを手掛けた TBS の樋口牛尾プロデューサーはマッチョなミドル級が好みなのでその路線を徹底するなど、そしてその流れの中で生まれたのが谷川モンスター路線だったのです。きっかけは前年 K-1 デビューしたボブサップが巻き起こしたビーストブームにありました。格闘技経験が少ないにもかかわらず恵まれた体格と圧倒的なパワーで勝ち進み、 K-1 に新風を吹き込んだサップ。ただ強いだけでなく、その分かりやすいキャラクターが受け、格闘技に興味がない一般人にも知れ渡るほど人気者となりました。これを生かさない手はないと考えた谷川は、2003年の大晦日に超目玉カードを決定させるのです。この年 K-1 は TBS、 日本テレビは猪木祭り2003、フジテレビはプライド男祭り2003と地上波3局が大晦日に格闘技イベントの生中継を決定していました。どんな手を使ってでも視聴率で負けるわけにいかないと考えた谷川は、サップの相手に元横綱あけぼのを引っ張り出すことに成功したのです。結果メインイベントに据えられたサップ対あけぼのは 43% もの瞬間最高視聴率を記録。日テレやフジはもちろん、あの NHK 紅白歌合戦をも瞬間的に超える視聴率をマークし、 K-1 が紅白を超えた日として歴史に刻まれることになります。これに味を占めた谷川は、 K-1 をスポーツとして発展させるよりも目先の視聴率を優先させるがあまり、実力よりもキャラクター選考の色物選手を重用していきます。記者会見でも谷川は、これからは格闘技経験の豊富な選手よりもサップのように体格とパワーがある選手をアメフトなどの他のスポーツからも探してきて参戦させますと明言。
アスリート重視だったフジテレビの清原プロデューサーもサップ対アケボノ戦が残した視聴率という結果には逆らうことができず、 K1 に次々とモンスターが襲来していきます。しかしその後参戦したチェホンマンらはサップと違い強さを見せることもブームを巻き起こすこともできずに終わります。そのうち人気絶頂だったサップも飽きられていくのです。それでも谷川は大会が開催されるたびに必ずと言っていいほど視聴率の話題を切り出し、ボビー・オロゴンや金子健といった格闘技経験もプロスポーツ経験もない芸能人を参戦させます。K1 が谷川モンスター路線に舵を切った裏には FEG サイドのある事情がありました。1997年にスタートした格闘技イベントプライドの台頭です。高田信彦対ヒクソン・グレイシー戦を実現させるために始まったプライドは、日本人格闘家対グレイシー一族という新しい戦いの構図を生み出し、グレイシーハンターの異名を取った桜庭和志を一躍スターダムにのし上げました。立ち技のみだった K1 に対し寝技もありだったプライドは、よりコアな格闘技ファンやプロレスファンの取り込みに成功し、 K1 のライバルとなっていったのです。当初 FEG は1999年にプライドの運営を引き受けたドリームステージエンターテインメント、通称 DSE と共同興行を開催するなど有効な関係を築いていました。しかし2003年に DSE が K1 からミルコ・クロコップを引き抜いたのをきっかけに両者の関係は悪化。2003年12月31日の大晦日興行戦争で K1 との対立は決定的になるのです。プライドとの対立は K1 からの選手流出という別の課題を浮き彫りにしました。そこにはやはり谷川モンスター路線への反発があったと言われています。そのため多くのファンや関係者の間では、この谷川モンスター路線こそ K1 が客離れを起こした最大の要因と指摘されているのです。また谷川が石井と異なりファンや選手の人心をつかめなかった理由として、モンスター路線以外にも一部の選手に対する悲劇が垣間見えたことが挙げられます。最も有名なのが2003年8月アメリカラスベガスで行われたサップ対キモ戦でのことです。この試合は同年3月にクロコップに KO 負けを喫していたサップにとって失地回復の絶好の機会でした。相手のキモはもともと総合格闘家で K1 の経験はほとんどなく、病み上がりとはいえサップの勝利は確実と思われていました。しかし1ラウンドからキモの荒削りなパンチにサップは苦戦を強いられます。この頃 CM 出演や CD リリースなど芸能活動にも精が出ていたサップは明らかに練習不足でした。不甲斐ないサップに対し、会場内はキモを後押しするキモコールに包まれます。ところが解説席に座っていた谷川は、これをどう聞き間違えたのか、ビーストコールですねと発言。この発言は当時ドル箱と化していたサップの商品価値を下げたくないという谷川の思いが見え見えだったとして、未だにネタにされています。こうして K1 からファンも選手も離れていくことになるのです。 K1 と FEG の資金力の違い。しかし K1 の客離れの要因は何も谷川モンスター路線だけが理由ではありませんでした。そもそも石井が起こした K1 と谷川が設立した FEG とでは資金力に大きな差がありました。20代の頃、昼は貿易会社の社員、夜は空手の講師と二足のわらじを履いていた石井。極真会館から独立して青道会館を立ち上げた後も多くの門下生を抱え、 K1 のような世界的イベントの実現を夢見て潤沢な資金を備えていました。 K1 ピーク時の石井の資金力を物語るエピソードがあります。スポンサーへの接待などのため週に3回は銀座へ飲みに出かけていたという石井。その店といえば座って1人5万円、何人かでシャンパンを抜くと30から40万円という高級店。
そんな高級店を一晩に何軒もはしごした石井は、出発時には200万円くらいは入れていた財布の中身が、帰宅時には30万円程度しか残っていなかったと振り返っています。また2002年8月に TBS が主催したダイナマイトサマーナイトフィーバー in 国立の総合プロデューサーを任された際の裏話を石井はこう語っています。あの時は僕が TBS と契約して総合プロデューサーという形でやったんだけど、現場は谷川、柳沢、榊原信行、森下直人というメンツで K-1 とプライドが合同運営するという。あの当時プライドはお金が大変だったんで、じゃあ運営をやってくださいということで2億円投げたんですよ。雨で延期になったらマイナス2億円でしたから、晴れてよかったですね。まあ別に失敗しても金で済むことですけど、当時はお金があったから、普通預金に20億円ぐらいあったし、一方の谷川といえば1996年春にベースボールマガジン社を退社した後は、紙のプロレス発行人の柳沢忠幸らと会社を立ち上げ、専務取締役に就任。手始めにプロレス格闘技専門チャンネルファイティング TV サムライの開局に携わりますが、開局イベントの予算を一桁間違えるという初歩的かつ致命的なミスを犯してしまいます。結果イベント運営元の三井物産に大損害を与えることになり、谷川は即刻サムライから降ろされてしまうのです。こうした経緯を振り返るだけで、石井と谷川のお財布事情には大きな差があったことがわかります。石井体制では潤沢な資金に支えられ、派手な広告展開や世間を驚かせるようなマッチメイクが実現しましたが、石井のバックアップがなくなって以降はそれだけの興行を支える資金力がなかったのです。結果 FEG は資金繰りを悪化させ、2010年には多くの選手へのファイトマネー未払い問題が浮上。起死回生を狙って上海の投資銀行富士キャピタルとの提携を発表し、アジアや欧米での市場拡大のために資金調達をしていく方向を明らかにするも、財政難に歯止めはかかりませんでした。翌2011年には東日本大震災の影響もあり、ついに K-1 は事実上の活動休止状態に。谷川は6月には新体制で再スタートすることを明言しますが、その後も興行の延期や選手の流出が相次ぎます。一方2006年に懲役1年10ヶ月の実刑判決が確定した石井は刑期を終え2008年に出所。FEG の窮状を見かね、2012年に国際 K-1 連盟、通称 FIKA を設立し、FIKA 主導で K-1 の興行体制を再構築することを決定するのです。これにより、FEG は K-1 の興行権を取り上げられる格好となり、敗北を察した谷川は、2012年4月5日、FEG の公式ホームページで、K-1 イベントプロデューサーの辞任と、新しい格闘技イベントの立ち上げを表明します。しかし、そのわずか1ヶ月後の5月7日、ファイトマネー不払いの訴訟を起こされ、FEG は破産手続き開始の決定を受けることになるのです。石井と谷川の泥仕合。第1期 K-1 が崩壊した原因について、石井と谷川は全く異なる見解を述べています。先に告白したのは谷川でした。FEG 倒産からわずか半年も経たない2012年10月、谷川は古巣であるベースボールマガジン社から平誤り K-1 凋落、本当の理由を出版。この本の中で谷川が特に強調していたのは、 FEG はあくまでも大会の運営会社であって、 K-1 という団体競技ブランドそのものの権利は石井が持っていたという点でした。実は K-1 に関わる商標権は石井が逮捕された後も FEG に移行されることはなく、 K-1 から引き継いだライツコムという会社が管理していたのです。このライツコムという会社は石井の実弟俊二が代表を務めており、事実上 K-1 の商標権は石井が保持し続けていたのも同然でした。
FEG が資金難に陥った際、石井が FIKA をすんなり立ち上げられたのも FIKA 主導で、 K1 の興行体制を再構築することを決められたのも K1 の商標権が石井の手元にあったからできた芸当だったのです。さらに石井は大事に守ってきたはずの K1 の商標権を新しい K1 の興行体制をバックアップする組織として、韓国人投資家によって設立された K1 グローバルホールディングスに売却すると、 FEG が倒産した3ヶ月後の2012年8月、ライツコムの破産手続きを開始します。この事実は K1 の商標権を FEG に渡さないためにライツコムという会社が存在していたとも取られかねない動きでした。また谷川は FEG からの給与は4年間一切受け取っておらず、ファイトマネーなど未払い金への対応に未然を切っていたと主張をしたのです。これに対し石井はゴング格闘技で反論を展開します。石井は K1 やダイナマイトなど FEG が手掛けたイベントは、過去の財務諸表を見ても分かる通り全て黒字で順調にいっていたと語り、 FEG が資金繰りを悪化させた要因は2008年に立ち上げた総合格闘技イベントドリームにあると指摘。ドリームは2007年に身売りしてプライドの運営から離れた元 DSE のスタッフたちとともに FEG が立ち上げたイベントでした。石井はドリームの運営をリアルエンターテインメントという新会社に任せたことで、業務委託費やファイトマネーがプライド並みに増大し、さらに主催者であるはずの FEG が本来負担する必要のない経費を負担したりしたため、毎回5000万円以上の大赤字を生み出し、FEG の経営を圧迫したと語っています。このように石井と谷川の間でも大きく異なる見解が述べられている第一期 K1 の崩壊。他にも明かされていない事実がまだまだありそうです。実は谷川の著書では石井と蜜月だった頃のことも書かれています。 K1 立ち上げ当初、谷川は K1 をブームにしたいという石井の意思に応え、格闘技通信市場で意識的に大きく取り上げていたことを認めています。この頃は2人が K1 を世界的イベントにするという同じゴールを描いていたことは間違いないのです。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見、ご感想や知っているエピソードがあれば、ぜひコメントをしてください。今後もプロレスの投稿をしてまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。